こんばんは、山田と申します。また今日も緊急で動画を回しているわけでございますけどね。まあ、いろいろピンチだという話をチラチラとね、ここら辺、最近ちょっとドタバタとね、なんか放送が詰まってたと思うんですけど、通常放送のね、JR 西日本のやつが今活況に入っているところですけど、それ以外のね、いろいろとこの無線紙でバタバタと入っているのがね、やたらちょっと入っていると思うんですけど、それにはね、ちょっと理由がありまして、まあ一つはね、時事ネタが多かったカラカラとかね、ああいうのちょっと早めに出しておかないといけない。法務局もね、いかんせんちょっと早めに出しておかないといけないとか、いろいろとあったんでね、そういうのもあるんですけどね。まあもう一つね、死の頃に出られない事情がありまして、まあ単純にこれでございますね。そうなんです。まあ、ピンチでございます。詳細は、明日の動画、これの次の日の動画にで言うと思うんですけど、まあ、ピンチだと、いうことでございます。でね、どうしようかなと思ったんですよ。まあ、それならね、よりね、再生数を盛り上げて、まあ、いかんせん、つまり、YouTube はまだ収益化できてませんし、ニコ動の方はね、収益化はできてるんですけど、ただね、もっと盛り上げていってね、よりね、ちょっと収益を増やしていかないと、真面目に、ちょっと、お給料だけで、基本給だけで計算したら、もう、破産申請しないといけないっていうレベルまで来てるんで、これはまずいなというところなんですよね。まあ、基本給でお前暮らせなこと、まあ、基本給だとね、本当に、今ね、税率上がっちゃってね、手取り、次の新しい税率計算だとね、年金とかの計算も、手取り10万切る恐れがあるんですよ。基本給だけだと。さすがにね、いくらね、家賃ね、4万ちょいのところに住んでるとはいえね、ちょっと厳しい、さすがにね、っていうところがあります。まあ、借金もありますしね、まるで借金が返せなくて、多分、本当に資金繰りショートして、多分、自己破産か、本当に海に沈むかっていうところまで来ちゃってます。ですので、まあ、これはまずいなと。さすがにまだ海に沈みたくないなということでね。まあ、なんとか夏までぐらいはね、延命しないといけないということでね、もうね、死の頃言ってられません。ですので、もう死の頃言ってられない企画やります。なら普通はね、これ質を分けてね、よりね、でかい企画を作って、テロップも入れてね、ちゃんと皆さん見てもらえるようなやつを作るって思うじゃないですか。そうはいきません。うちの理論は逆です。とにかく数を打つぞ、ということで、やります。この2月、金融なんですけど、2023年2月、なんと、1ヶ月150本投稿やります。交換も名前入ってないからあれでしょうけどね。やります。1ヶ月150本、しかも2月っていう、普通の月よりもね、短い日にね、もうここに持ってくるしかないということで、やります。ルールとしてはね、本当にね、クソ動画みたいなのがいっぱい上がります。正確に言うと2月14日に予定としては、2月14日に100本とかだと思ってます。それに向けていろいろと準備してるんですけど、今ね、実は2月14日は96本まで作りました。正確に言うと。だからあと4本作るだけではあるんですけど、つまり逆に言うと96本作るだけ。他の日ももう2月は通常放送分はもう全部作ったんだよな。2月分は8時の毎日放送の分は作ってあって、4つ目はまだ作ってないんだけど、ですから、95本プラス27、95本プラス27、95本、に、あ、96本作ってあるな。96本作ってあるな。2月14日も。で、まあ、95と計算して、ここに書いてあるのもある。1、2、3、4。すでに公開したのが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13本。5日間でね、13本。この動画が上がるときには、これ何？日本番組から7日か。7日に上がってるのが、7日の23時に上がってると思うんですけど、26本も上がってるのかな？27本上がってるかもしれない。まあ、かなりハイペースでなんか最近上げてるのは、まあ、それは、時事ネタね、恵方巻きとか、あと、カラカラ魚とかね、そういうのやってたんで、まあ、これちょっと時事ネタでね、早めにね、出しといた方がいいよっていうことだったんで、実際恵方巻きもね、早めから打っておいたの、実は功を奏してまして、実はあれ再生数がね、意外と入ってるんですよ。大きいところだと、どのあたり入ってるかな？あ、そうか、ツイッターの、赤のバン祭りがね、意外と、春のパン祭りみたいな感じ、赤のパン祭りって、ね、山崎、春のパン祭りか。
あんな感じ、赤のバンパって言っちゃうと、意外と、ちゃんと、再生とか伸びてるんですけど、どうだったっけな。セブンイレブンとか、要は、コンビニの、恵方巻き比較の企画で伸びとって100再生近くいってるんですよね。っていうのもあったりするんで、ありがたい話でございましてですね。っていうのもあったんで、まあちょっとね、時事ネタはね、ちょっとね、早めに入れるように。まあそれでね、ちょっと放送時間のね、枠の見直しなんかであったわけでございますけど、とにかくこんな感じで、どかどかと出していきます。この前ね、1月22日ね、それもあって、1日12本投稿とかやってましたけど、そんな日じゃありません。ただ2月14日の動画に関して言っておくと、もうね、95本は設定してあって、もう15分単位で動画が6時から、6時半か、6時半から15分単位で、うわーっと出てきて、最後、1分単位でも、ガガガガガと出るという形にしてあります。動画自体はすごい短い動画がばかしがずらーっと続く。ダイジェストですね。JR 西日本の。ダイジェスト編集をね、もう、AI に任せてやるっていうね。くっそあれなことをやってますけど、ですんで、あれなんですけどね。まあ、そういうような、ちょっと、義務化ありますけど、まあ、とにかく、ドカドカと上がります、ということなんで。で、ぜひね、これを機会にね、ちょっと盛り上げていきたいなと。まあ、なんか目立つことや、なんかやるんだ。何かなと思ったら、2月14日の、まあ、バレンタインプレゼントですよ。スターセールからね。2月14日、スターセールは、2月14日は、バレンタインデーというのは、まあね、神聖な日ではあるんですけど、スターセール的には、煮干しの日なんで、煮干しの日なんで、も言わさずね、多分チョコなんて食べずに、延々と煮干しを食べる動画でも出そうかな。それ97本目だな。で、98本目も決まってんね。ショーツが1本も、取るの決まってるから98やろ。もう1個出せるんだ。ですから99、99、ね、99。よし。ですから、そんな感じで、あと1本なんか作ればいいな。よし、っていう感じになってます。まあ、おかしいな感じでね。バグってる作り方ですけどね。ちょっとバグったことぐらいやらないとね、もう何して YouTube 業界目立ちませんからね。あと悪目立ち。1日100本投稿悪目立ちにもほどかるか、あんな低クオリティなやつを出すっていうんだから、あれなんですけど。でもね、なぜかね、編集のやつね、なぜか伸びるんだよな。なんかあれ、このくらい伸びるんだよな。この前500再生ぐらい入ってたからな。そんなことはいいんだ。今回のやつはそういう感じでやっていきます。とにかく、そんな感じで、2月14日に1日100本投稿。そして、2月は1ヶ月で150本投稿とかで、それを除いても100本投稿しても、他毎日投稿したって128本なんで、大変なんですけど、ショーツメインにはなると思います。ね、ちょうど2月からね、ショーツが収益化っていう話で、ちょっとショーツも盛り上がってるんで、ショーツ動画も、かなり定期的に撮れるように、すごい手の凝ったことがね、踊ってみたとか、そういうのはね、ダンスの限界、これなんだよ、私のダンスの限界。どっち向き？いや、なんでね、これはね、踊ってみたら、ちょっと、無理だ。というか、その前に痩せないときは、ある意味ダイエットできそうなんですけどね、なんせね、食料も買えないからね、やばいね、ということでね、なんとか食料買えるように、というか、4月以降もね、今のままだとね、3月10日に携帯電話止まるかな？3月10日に携帯電話とクレジット止まっちゃうかな？あと、保険か。保険もやばいね。っていうよね。関心なんでね。真面目にちょっとドカドカとやっていきます。内容は非常に不真面目ではあるんですけどね。そんな感じでね、ぜひね、いろんなところに、本当ならこれをツイッターとかでどんどん拡散してるところなんですけど、ツイッターがダメだ。アカウント凍結解除されない。多分無理ですね、これ。2日経って、返答も来ないんで、多分無理ですね。どうも、普段の凍結があった時には、申請すると結構早めに対応するっていうような話もあったらしいんですけど、多分、一斉にバンされてるみたいですね。結構、周りでも、あるみたいで、そう、ちょうどね、そのあたりね、うちのね、別に実名出してないからいいか。今、妹がいてね、妹とちょっと、そのあたり、話してたんですけど、結構やっぱ、されてる人多いらしいです。
そっち、あっち業界の方でも、あっち業界って全然やってる内容が違うんですよね。なんですかね。多分そっちの業界の人では結構有名。だってツイッターのフォロワー数が8000人超えてるんで、まあまあいますからね。うん、うちが700人ぐらいだったんでね、バンサイの時。実は、そういう感じでやってるんで、ちょっとそっちのね、業界の方どうなんて聞いたら、やっぱめちゃめちゃバンサイの人はバンサイだし、結構やっぱし、あれですね。私が YouTube で使ってたようなやつとか、ニコニコ動画からやつとかって、ニコニコ動画みたいな連動のやつでも自動の投下のやつはもう全部、ですから、ボット系はもう全滅らしいです。ボット系は全滅だし、企業とかでも、定期ツイートみたいなのを入れてたところで、やっぱし、もう軒並みやられてるらしいんで、相当き、あの、多分相当今、ツイッターに、その申請がわーっといってるんで、多分もう対応できてないでしょうね。ですので、多分、うちみたいなところは、多分もう相手にされない恐れもあるんで、ちょっとね、復旧の見込みがただということで、鍵アカも、サバカもやっぱ作れないっていうことなんでね、なんか作れる方法ないかなと思ったんですけど、まあ、基本的に、かなり難しいよということなので、もう、おとなしくっていうことかな。LINE の方でやっていこうと思いますので、ぜひね、まあ、皆さん多分 LINE のアカウントは持ってると思うんで、要は友達登録じゃなくて、フォローっていう形があるんですわ。で、一応そのフォロー用の公式サイトみたいなのを作ったんですよ、LINE の中に。ですので、それをね、フォローしておいてもらったら、全然いきますので、よろしくお願いいたします。ということでございます。今、こんなところかなということでございます。とにかく、月150本投稿。そして、バレンタイン2月14日ね。2月14日の100本投稿。まあ、これはもうあと3本作るだけなんで多分いけますからね。ショートで多分埋める形になると思いますけど。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれぐらいでね、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。